力を覚えるマージャン講座第2回講師役の青森りんこでーす。ということで、じゃあ出血を取りまーす。はい、出席番号1番、ミリタリーバーチャル YouTuber の彩り、迷いでーすうーん、りん先生え今日もね、よろしくお願いします。はい、りんこ先生、今日もよろしくお願いします。と、前回はね、マージャンってどういうゲームなのっていうところをちょっとお話しして、 うん、今回は、マージャンどうしたら、上手くなれるのっていうね。まあ、ちょっといきなりかもしれないんですけど、あの、うまく。レベルアップだ。そう、レベルアップです。はい、ということで今日はテキストレッスン6からですね。リーチをかけてみよう。あ、うんうん、前回ね、まよいちゃんビンゴで言うところのリーチって言ってたんですけど、リ、うん、ーチって実はマージャンの用語なんですよ。うん、そうなのそうなんですよ。へえー、知らなかった。そう。 あと1個で完成だよっていう状態をテンパイっていうって言ったじゃないですか。うん、うん、テンパイしたら、なんと、リーチっていうものをかける、することができます。リーチということをするそう、うん、リーチっていう行為、必殺技みたいなのができるようになる。あ、はあ、なるほど。そう。で、えっと、今回は、えっとね、一番上、形に関しては、まあ、これを見ていただいたとして、今ね、9ピンを捨てれば、テンパイです。 これ何待ちかって分かりますか迷いちゃん。えーっと、<laughs> キューピンをポイするそうです、キューピンをポイします。で、積も、えー、っと、積もってきた、うん、えーっと、パーピンを、頭にするあ、そうです、そうです。<え>積もってきたパーピンを頭にして、そうなると、まあ、あと1個くれば完成の形になるんですよ。これちょっとね、見づらいかもしれないんですけど。あと1個、うん。今これまだテンパイの状態で、ああ えっと、二 2>,、うん、2, 2万あ、じゃんまんと。うんうん。じゃんまんと。2、3、4でしょ、うん、うん、そうです。え、わかんなくなってきたね、これ難しいですね。ちょっと順番に一個ずつやっていくと、まあ、一番右からね、ソーズの1、2、3は完成してます。で、9ピンはポイするから、パーピン2枚で頭もできてます。 で、ピンズの2、3、4も3枚1組完成してます。なので、あとは、このマンズの3、4、5、6、7から3枚1組を2つ作れば完成です。3、4、5、6、7から3枚1組を2つ作る。3, 3枚1組を2つ作る。作るうこはそれは、2万と、うん、はい。え、2万だけでいいのではと思うじゃないですか。あ、2個か2個作るのか。 <あ>ってことは5万と8万あ、そうです、そうです、正解です。えっと、あの、もちろんその2万だけ来ると完成なんですけど、まあ、今何を待ってるのかなっていう話だと、うん。うん、5も8も来ると完成ですね。すごい頭使うの楽しいのでね、このままいろいろ考えながらやっていきましょう。 はーい。はい。ということで、じゃあ、もうね、これで9ピンをポイしたら、ま、テンパイなので、うん、リーチっていう必殺技が出せます。おおなんかパンダもイカチー顔してん、ね。え、<laughs> ほんとだ。<laughs> あの、リーチするとき、これ基本的にお豆腐をね、縦にしておくんですけど、リーチするときは、まずリーチって宣言して、その後捨てるね、9ピンぽいする範囲を横にして、で、さらに、リーチ棒って言って、リーチ棒、新しいアイテム出てきたけどそ,うそう、新しいアイテム出てきました。 これね、うん、どういうことかっていうと、結構ね、なんか棒を集めてるイメージがあるって前、迷いちゃん言ってたじゃないですか、前回。あの、マージャンでは、あの棒を持ち点として使います。ライフみたいな感じ。ライフ、うん、うん。で、基本的に4人全員25000点のライフを持った状態でスタートします。マージャンでは展望って言うんですけど、1000点の棒とか、 5000点分の棒とか、1万点分の棒とか、いろんな棒を持っててみんな。でその中の1000点相当の棒を、うん、一旦ね、みんなにお供えしなきゃいけないです。みんなにあげるの一旦誰のものでもない形でお供えするんですけど、一本だけそうです、1000点分。あ、じゃあリーチになったらもう、これもう迷い、そろそろ上がっちゃうよ、みたいな。はい。 お知らせの棒ってことそうです、お知らせの棒です。お知らせの棒を、生贄にに、うん。出すのだね。生贄にに出します。で、うん、この生贄にの棒は、次にね、今回自分が上がれたら戻ってきます。でも、結局、みんなにね、もうもうすぐ上がっちゃうぜってお知らせしても、うん、上がれなかった場合は、うん、次に上がった人のものになります。うん、取られちゃうの取られちゃう可能性があります。 っていう感じで、まあ、リーチって言って、範囲を横向きにして、1000点を場に出して、リーチかけた後はですね、うん、さっき持ってきて入れ替えてって繰り返すよって言ったんですけど、リーチ後は手範囲の変更ができません。なるほど。だからもうひたすら持ってきて切ってで、完成になる範囲を持ってこれるように祈るしかない。もちろん論もできるので、他の人から出れば上がることもできるんですけど、 まあまあ基本的にはもうこの手はもうこの形で、あとは動かせずに完成を待つばかりっていう状態っていうことですね。リーチは言わなきゃダメなのリーチは言わなきゃダメです。言わなきゃダメなのか。そうなんです。で、上がり牌を持ってきたら、自分で持ってきたらつも誰かが捨てたらロンっていうルールは変わりません。一応こういうリーチっていう必殺技があるよっていう話です。 3人がリーチ棒を3個出していて、迷いが一番最初に上がれば迷いもリーチ出している状態だから、うん、自分の最初の1000点を含めて4000点が迷いに加点されるということ。あ、そうです、そうです。<ー>あの、そう、さっきね、みんな2万5000点持ってる状態で始まるって言ったんですけど、うん。あの、完成するとまずその上がってすごいボーナスがもらえるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。うん で、つもって言って自分で自力で持ってくるとみんなから点数がもらえて、あ、へえ。そうです。で、誰かが捨てたやつで上がると、ロンでその人から点数をもらえます。ほー。で、マージャンはね、あの、こういう風に完成を目指すゲームだよって言ったんですけど、これを何回か繰り返して最終的に、その2万0千点から始まった点数を、一番多く持ってる人が勝ちのゲームです。へえ。 そう、だからこのリーチ棒は、さっきもよいちゃんが言ってたみたいに、みんながリーチリーチリーチって言って、自分が上がれれば、うん、自分が上がった分の点数ももらえるし、さらにみんなのリーチ棒ももらえます。へえー、そうなんだ。たくさんもらえる。<ー>ああ一攫千金が狙えるんだ。あ、そうですね、そうですね、一攫千金が、ね、狙えます。うん、でも、点数の幅が、 1000点くらいから、すごい高いと3万2000点とかまであるんですよ。うん、え ?3 万2000点 <laughs> 一括でそう,そう、一発一括で。やばいね、それは。うん、そうなんです。だから、その1000、うん、点も確かに大事なんですけど、だいたい1000点って最低点数くらいなので、まあまあ、そう,ね、そうだからリーチ棒をみんなの回収するよりは、自分がたくさん上がったりして、基本の点数を増やしていく方がいいですね。 おー、なるほどね。そうです。で、その基本の点数を増やすためには、早く点配して、両面とかいい街、上がりやすい街で待って、リーチをして、上がるっていうのが、まあ、理想の形なので、両面が残るような形でリーチができるのを目指しましょうっていう感じになります。 なんとなくだけど分かった。あ,あなんとなくね。っていう感じで、まあね、リーチを基本的に目指してガンガンリーチをしていきましょうっていうお話でした。おー、ありがとうはい。はい、ということで、次は実践ですが、<い>じゃあ、テンパイしてもね、何待ちかわからないと、やっぱりね、論もつもも言えないので、確かに。そう、何を待ってるかちゃんと理解する必要があります。はい。で、上がり配がね、 さっき、両面は2種類って言ったんですけど、なんと3種類とか4種類とか5種類になることもあります。マジでそうなんですよ。<わ>それ、ね。大変だけどチャンスが多いってことだよね。あ、その通りです、その通りです。うん、なのでね、そのチャンスをしっかりものにするために、うん、何を待っているか、勉強していきましょう。お願いします。はい。ということで、4問あります。これって何待ちうわぁ。じゃあ。 はい、りんこちゃんがいて幸せだわ。おにいもいるよ、この画面上にまゆいちゃんも5人いてかわいい。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあね、9、9 1, 1からやっていくうん、やってみてください。恥ずかしいな、何待ち。えーと、まず、<laughs> えっと、パーピンは、<laughs> 頭にするでしょう。あ、そうですね。 で、えっ、ー、と、そうずのいいそうから、3層は組になっている。なってますね。リピンからスーピンまでは組になっているから、はい。そうですね、両ピン、3ピン、スーピン、3枚、1組 1>、えー。3枚のは2組できてて、頭が1個できてる。で、あ、でも5、6、7も揃っているから、2と5と、 あ、8も待ってるのね。あ、そうです。うん、正解です。うん、そう。さっきやった形とね、実は一緒で、じゃあ答えいきます。じゃん。こんな感じで、ここでね、やったーあ、ね、すごい、解説で分けてるので、こうやって分けてみると、すごい分かりやすいと思うんですけど、うんそう。3、4と5、6、7っていう形で、5、6、7を完成にするして、3、4を2面で残す形。 これだと、りゃん、ウーマン、リャンマンとウーマンが待ってて、でもう一個、3、4、5を3枚一組で完成とさしちゃって、6、7のね、両面待ちの形を残すと、5万と8万がね、見えてくるので、で、5万は2つともね、使ってるから、まあ2と5と8っていう形になります。 区切るのがすごく、どこで区切ろうかって頭の中でこう、組み立てていくと分かりやすくなるね。そうなんです、そうなんです。なので、うん、この場合は、本当に端っこに寄せた3枚1組を分けてみる三四、うん、3、4、5を分けてみるのと、5、6、7を分けてみると分かりやすくなります。頭良くなった気がするな。<laughs> はーい、はーい。頭良くなったところで9、2も行ってみましょう。はい、9、2。 えっと、頭がないのかあよく気づきましたねそうなんですこれ頭がないんですよそう一番最初に頭を迷いは見つけるようにしたうん、うん、あなるほどふ、うんふ、うん分かりやすいですね、うん、するとうん、うん、ソーズは出来上がってるで、ね、完成してますなんだっけピン図の、はい、E ピンを、うん、頭にする E ピンを頭にして234えっ うん、えー、スーピンか。あすごーい大正解ですあっちも熱いすごいすごい !3C 繋がるということそうなんですはい、えー、やったーは<ー>い,い正解です大正解やったーそうそう。そうなんですよ。この形、頭がない形で、どこかをね、頭にしなきゃいけないんですが、うん、123C 1, って繋がってると、123側でも3枚一組できるし、23C、うん、側でも3枚一組できるので、 ね残った1か4どっちかがね、頭になる形です。おー。ええ、おー、すごーい。やったー。なんかすごいテキストさ、読んじゃったけど、<laughs> このような、ま、待ち方を乗べたん待ちっていうのあ、そうなんです。1回目で短期待ちってやったの覚えてますか覚えとります。自分が持ってる1個だけの待ち単一の単だから短期ってリンコは覚えてるんですけど、1の短期待ちか4の短期待ちなんですよ。 うんうん、なんですけど、1,2,3,4って並んでることで、うん、なんかまるで両面みたいな短期待ちじゃないですか。ほあなるほど、確かに。そう、うんうん、だからなんか伸びてる短期待ちみたいな感じで、伸べた待ちって言います。なんか可愛い名前だね。伸 <laughs> べたね。伸 <laughs> べた。<laughs> じゃあね、もうちょっと難しくなるんですけど、次も行ってみましょう。う9、3。頑張る頑張ってください。えー、3、3、3。3がいっぱいあるなそう、3いっぱいありますね、これ。 3万3つ揃ってるのは、これは1つとして考えていいんだっけ、うん、あ、大丈夫ですよ。あ、ってことはこれは考えて、これは避けておく。で、3、4、5にしたいから、もう1個3万が欲しいのと、うん、それか6万が欲しい。あ、いいですね。いいですね。でも実は、うん、もう1個街が隠れています。なんだと ヒントちょうだい、ヒント。ヒント今、頭をパーピンにしたんですけど、うん。実はもう一個頭候補があるんです、この手配。なんだって。あ !3 万も頭候補あ、そうです、そうです。ってことは、はい。え、パーピンあ正解ですということで、書いた、ジョすごーいその3万と、ラマンとパーピンです。もう、どんどんもう迷い、このまま灯台入れる気がするんだよ。やったーやったー はい、ということで、この下のね、解説のところの分け方みたいな感じで、上の方はね、まゆいちゃんが分けた333とね、まあ、45の2面っていう形で区切ると、3万と6万の2面待ちが出てくるんですけど、33ってね、頭にして、345ってすると、3万とパーピンのシャンポー待ち、1回目に、いいそうやったやつ、シャンパン。<laughs> そう、ケーキがいいシャンポー待ちが見えてくるので、 うん、これね、サブローマンの両面だけじゃなくて、パーピンもね、あるんです。おー。なんかこうやってあの、アンサーのところで区切り方とか書いてあるとすごくわかりやすいね。ねわかりやすいですよね。こうやって目に見えて分かれてると。うん、うわー、最後すごい難しいなー、これ。えー、これ難しい <laughs> 難しいなー。でも今の迷いちゃんなら解けるかもしれない。<laughs> え、今東大、灯台、ワンチャン灯台行けるからな、迷い。もう <laughs> はい。ということでじゃあ、9、4いってみましょうか。はい。またしても、想像が揃っている。確かに。想像は揃わなければならないという決まりでもあるんですよ、テキストは。で、テキスト作、作りやすかったんでしょうね。想像は揃ってる。で、2、3、4のピン図も揃ってる。で、今度は数字がすごい、マンズがいっぱいあるね。そうですね。えーと、またさっきと同じように、3万を頭にもできるのかと。あ、すごい目の付けどころがいい。 これさ、もう、並べ替えられないから考えるの難しいね。確かに、確かに。並べ替えられたらさ、すっごいわかりやすいけど。確かに。2万は使える。お二万は欲しい。よくわかりましたね。今どうやって2万わかったんですかえっと、3万を頭にして、2、3、4で1つの3つの作りにしたいなと思いました、りんご先生。はい。じゃあ、こうしてみましょうか。これを、3万を頭にするから2枚隠しますね。じゃじゃん。 これで頭、隠れました。うん、この形、<laughs> この形見覚えありますね。2>, 2、3、4、あ、2万、はい、2> 5万、うんえー、8万。あーすごいそうそうなんです。そうなんですよ。<ー><う>さっきやったね。そうなんです。さっきまさしくね、やった形。この9、1でやった形とね、うん、全く同じ形が出てきました。でも、 頭5が今回3万にしましたが、うんうん、3万って3枚あるので、もしかしたらこれ3枚1組の方でも、頭じゃなくても使えるんじゃないかな。確かにさ、確かにな。そうなると、じゃあもう一回ね、じゃあ、これ3万を3枚1組に使うとして、一、うん、回分けてみましょうか。よいしょ。<ー>そうなると、あれ、この形もなんか見覚えありますね。4万と、はい。あ 7万あ、そうです正解ですということで、じゃんこれなんとね、2>, うん、2と5と8と、めっちゃあるそう !4 と7もある形で、これでも形は、9、1の形と9、2の形が合体した形になります。うん、おー、4万4万の頭にもできるし、はい、7万7万の頭にもできるという。その通りです。おー なるほどー。そう。こんな感じでね、なんか同じ種類の範の数字が並んでるとね、たくさん待てることがあったりするので。はぁ、こんがらがっちゃうけど、<あ>これはすごくラッキータイムということだね。そうです、そうです。強いです。こんな感じになったらもう強いし、5種類もあったらね、もう上がれそうな気がしますよね。確率めちゃくちゃ高いからね。そうそう、そうなります。 という形で、こうやってね、街が複数ある形も覚えておけるようにすると、うん、上がりにね、上達にまたより近づきます。すごいね、なんか、糖分を欲してきたよ、うん、迷いは。<laughs> <laughs> はい、ということで。 街、うん、のね、種類とかも勉強したところで。はい。いろんなパターンがあった。そうそうなんですよ。で最終的に、点数が一番上の人が勝ちって言ったんですけど、じゃあその最終って何、うん、っていうことで、ちょっと、うん、じゃじゃん。はい、レッスン8。2回ずつ、親を終えたらゲーム終了。親<や>あの、いろんなゲームにね、親と子とかあったりすると思うんですけど、麻雀にも親と子があります。4人中1人が親で、 残り3人が子供です。で、この親は1周したら、また2周目に入って、全員がね、2周目親やって、2周目で全員親が終わったら、ゲーム終了です。でね、この親の決め方。親は、まあ、ゲームだとランダムに決まりますね。一番最初の親が。そうです。うん、なるほど。結局ね、あの、みんな順番にやれるので、 ママの、平等に親はやれるんですけど、まあじゃあ親にはどういう特徴があるのっていうお話は、まず、最初は、親から山から積もっていくのを始めます。ほうほうほう。だからね、持ってきて入れ替えてっていうの親からできます。なるほど。そう、なのでみんなよりね、ちょっと早く入れ替えられたりできるから、ちょっとね、早く入れ替えられる分少し有利ですね。で、あと、上がった時にもらえる点数が高いです。 えー、そうなんだ。そうなんです。あの、子供の1.5倍もらえるので、えーそう、親ちょっと強いよ、みたいな感じ。親は上がった時1.5倍。うん、そうなんです。親は1.5倍で、さっき点数がね、1000点から3万2000点くらいまであるよって言ったんですけど、うん、実はあれは子供の場合で、うん、親はなんと、1500点から4万8000点まであります。えー 開きがすごい。<laughs> そう、なんですよ。うんうん。そうなので、まあ点数が高いよっていうのがあるのですが、うんうん、まあでも親にもリスクはあって、親になるリスク。<laughs> 子供が積もっていって、みんなから点数もらうよってなった場合、うんうん、親は他の子供の倍の点数を払わなければいけません。 ううのなのでね <laughs>、なのでね、まあ、親もいいこともあるし、悲しいこともあるよっていう感じですね。で、親はね、順番に一回ずつ回っていくわけじゃなくて、親を継続できる条件もあります。継続できるうん。ここにね、親が終わる条件としてテキスト左のね、青いところに書かれてるんですけどお、ここかうん、そうです。親は、 子供が上がるか、もしくは誰も上がらず、かつ最終的に親がテンパイしてなければ終わっちゃいます。逆に言うと、親の状態で上がることができるか、子供が誰も上がらずに、親が最終的にテンパイしてるかだと、もう一回親がやれます。えっと、誰か上がれたらもちろんその上がれた人が一番偉いんですけど、もし誰も上がれなかったら、まあ、次に偉い人って、 あと一歩で上がれたんだけどなーっていう人がね、一番偉くなります <laughs>、えー。ー <laughs> そう。誰も上がれてないから、じゃあ上がりに惜しかったねーみたいな感じで、うんうん、まぁ、あ、天牌まで行った人偉いじゃんみたいな感じになります。で、ここに誰も上がれなかったら流曲ってね、中央の下に書かれていますが、うん。マージャン牌の数には限りがあるので、もちろんね、積もってきて入れ替えてってできる回数も限られてます。 あ、そうだよね。どん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 ね。そうだ。ロンをできるタイミングを逃して捨て、捨てまくっていってしまう可能性もあるとね。そうです、そうです。ロンできずに、どん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 進んでいって、だいたい一人17回とか18回入れ替えるチャンスがあるんですけど、それまでにも、誰も上がれないってことは結構しょっちゅうあります。そうなんだ。そうなんです。うんうん。 その、誰も上がれなかった状態を、流局って言います。流局<曲>。曲が流れるですね。その一曲。一ゲームのこと一曲って言うんですけど、その曲が流れるから流局。これで、流局で誰も上がってないと、今のところ誰もみんな手配見せてないですよね、みんなに。うんうんうん。そう、でも、テンパイしてて、いや、あと一個来れば完成だったんだよっていう人は惜しいから、みんなに、 いや、俺、テンパイだったんだぜって見せます。で、テンパイしてない人は、まあ、惜しくないから見せないっていうようなやりとりがあり、流曲の時に、親がこうやってテンパイしてるよって言って、みんなに見せたら、もう一回親ができるよって感じですね。へえ<ー>。ー、うん。そうで、そんな感じで親が、まあ、継続になったり、次の人に移ったりとかして、これをね、どんどん繰り返して、じゃあ、一周しました。 この一周目、うんうん、これを、トンバって言います。おということは東そうです。うん、東のトンバ。で、今度二周目は、南ンバって言います。南の場。こんな感じで、ゲームが、トン、ナンの順に進んでいきます。で、トンバを一周、みんなが親を一回ずつやって、うん、南ンバもみんな親一回ずつやって二周。 ゲーム終了で、この時点で点数を一番持ってる人が勝ちです。あの、シャーとね、ペーどこ行ったってなるんですけど。あ、今それを聞こうと思ってたら、そうですよね。うん、これ本来は、まあ、トンバで一周して、ナンバで一周して、次、うん、シャーバで一周して、ペーバでも一周してたんですよ。4周してたんです。でも、これ実は、このね、トンバとナンバで二周するだけでも、 結構ね、<ん>30分から1時間くらいかかるんですよ。2周するだけでそんなにかかるのそう、そうなんです。<laughs> うわぁ<ー>。そう、長いと1時間以上かかることもあって、うん。それ4周するのめちゃめちゃ大変じゃないですか。やばいね、それは。そう、だから、トンバとナンバだけになったみたいです。へぇー、エコノミーショーコグになっちゃいそうだもん迷い <laughs> <laughs> 確かに座りっぱなしでね。ねえ。で、さらに、今ここでは2回ずつ親を終えたらって言ったんですけど、うんうん。これ実はさらに半分の、この1周目、トンバだけしかやらないルールもあって、トンバだけしかやらないルールをトンプー戦、で、トンバとナンバー2周するルールをトンナン戦って言うんですけど、うん。もうまよいちゃんがちょっとね、インストールしたよって言ってたジャン玉、これどっちも選べます。へえー、あっ そうなんだ。そうなんです。なので。一周と二周どっちやでも選べるんだ。うん、そうです。一周だけサクサクってやりたい人は、トンプー戦を選べばいいし。うん。でも二周じっくりやりたいよって人はトンナー戦を選べば、うんえー、好きな方を打つことができます。へえ。あ、それはいいね。お気軽サクッとマージャン。そうなんです。そうなんです。<ー>ちなみにね、リンコはサクッとトンプー戦をやることが多いです。一周だけ。で、右下ゲームの流れ。 えっと、これね、親を順番に今ね、A さん、B さん、C さん、D さんってやってるんですけど、その回のゲームの読み方も一応あって <laughs>、まず一番最初スタートしました。これがトーン1曲です。東の1曲目でトーン1曲。で、次に、次の人に親が移るとトーン2曲。で、その次の人に移るとトーン3曲。その次の人に移るとトーン4曲になり、はいはいはい。 ですね、一,周一周し終わったら次、何一曲になります。<ー>っていう形でまたこれも何二、何三、何四って進んでいって、何四曲が終わると、うん、トン何戦は終了になります。で、このね、トン一曲って、親を続行した場合、うん。親続行したらトーン二曲に移らずに、もう一回またトン、トン一曲です。うん、そう、一番最初トン一曲から始まって、 もう一回また親やれるぜってなったら、うん、1> 当一曲一本場っていう、なんかね、その一、その二みたいな感じのね、ナンバーワン、ナンバーツーみたいな感じで、えー、1> 当一曲の中でどんどんね、増えていくっていう形になります。うんうん、っていう感じで終わったら、みんなの点数によって順位が決まるよーってなってます。ありがとうございます。はい。もう一個次、じゃあ、じゃじゃん。はい、流曲時にも実は点数のやり取りがあります。 ええー、あ、そうなんだ。上がったら点数がもらえるよって言ったんですけど、誰も上がらなかった場合でも点数が動く場合があります。なるほど。そうそうで、えー、っと、入局しました。で、さっきね、テンパイと脳天テンパイしてる人はみんなに見せてね。脳天の人は手配を伏せます。見せる必要がないので。うんうん。そうなった場合、えー、っと、誰も上がってないけど、テンパイしてる人は、 あとは1個で上がれたよね、惜しかったボーナスをみんなからもらえます。みんなからって言っても、テンパイの人たちが農天の人たちからもらえるので、全員天敗だったらもらう相手がいないし、全員農店だったらあげる相手がいないので、点数は動きません。なので、テンパイが1人、2人、3人の状態で動くんですけど、これには、 この場に3000点っていう決まりがあって、どういうことかっていうと、この3000点、農店の人たちは合計で3000点になるよう協力して、店配の人たちに支払うんですけど、店配の人たちはその3000点を分け合います。なので、と、左から、店配が1人の場合は、農店の人3人で合計3000点になるように負担します。 1000点ずつもらえるのかあ、そうです。1000点ずつ、そうです。3能天の人から店配の人がもらいます。うん、うん。うん、なので、能天の3人は1000点マイナスになって、店配の1人は3000点増えました。で、次、店配が2人の場合。うん。これは3000点を2人で負担して、うん、その3000点を店配の人が分け合うので、能点の人が1500点ずつ、 支払うことになります。負担がでかくなった。そうなんです。で、さらにもっと負担がでかいやつ、天ンが3人の場合。かわいそううん。今度は農天が1人だから1人で3000点を負担して、うん、その3000点は天ンしてる3人で山分けになります。はい、ということで今回は、 リーチっていう必殺技ができるよっていうやつとか、3種類以上ある複雑な待ち方もあるよっていうやつとか、どうしたらゲームが終わるのとか、親とかあるんだよっていう話とか、流曲、うん、しても点数の移動があったりするんだよっていうことをやってきました。うん。はい、今回ね、前回に比べていきなり難しい話になったと思うんですけど、どうでしたかマヨイちゃん。いやね、なん、なんていうのかななんか、 あの、すごく頭を使ったね、今回は。うんうん。そう。だけど、なんかその紐解いていって、凛子ちゃんがわかりやすく砕いてくれると、なんか結構スッと入ってくるから。ああ、嬉しい。なんか、そう、テキストもすごくわかりやすかったんだけど、なんかね、目の前に並べて触ってみたくなった、まだ。ああ、えー、嬉しい。うん。<ー>やってみたいなって思った、今回ので。ぜひぜひ、あのね、健やかマージャン新時代さんでも、 初心者でも、初心者大歓迎で、ハイに触れるので、ぜひね、この、ね、迷、ま、いちゃんもだし。 この動画見てやってみたいなって思って方、ぜひぜひ、健やかマージャン新時代さんに遊びに行ってみてください。お、うん、ちょっとね、なんかこう、ジャンソー、ジャンソーさんっていいのかなジャンソーうん。うジャンソー。なんか入りづらいイメージあるけど、うんうん、こういう風に噛み砕いて初心者さんにも教えてくれるんだって思うと、ちょっと入りやすくなるね。あ、そうですよね、そう。うん、新時代さんはかなり初心者向けのお店になっていて、結構初心者大歓迎なので、 ね、麻雀ってすごいモク,モクしてて、とか、うん、そんなイメージあるよって言ってたと思うんですけど、じゃじゃんこれが、<ー>これが健やか麻雀新時代さんの内装です。え、めちゃくちゃクリーンだね。そうなんですよ。クリーンだし、綺麗だし、可愛らしくて綺麗なお店なので。 え、なんかね、もう迷いが想像していたのは、なんかもう店内薄暗くて、もうに煙がもくもく上がってるイメージだったけど、<laughs> めちゃくちゃ綺麗じゃんそうなんですよ。はい。と、こんな感じで何度、なんと新時代さん、駄菓子も置いてあって、駄菓子も食べ放題なんです。え、最強じゃないですか駄菓子食べ放題。そうなんです。なんか。ビーチ棒って言って間違えてその手前のラムネ置いちゃいそうだよ。<laughs> <laughs> それをね、食べてください、ラムネは。<laughs> なでなんか、迷い、うん、のこの奥に、マッサージチェアがあったりとか。うんうん、はいはい、そうなんですよ。これはいいですね。そうそう、だから本当に気軽に入って、初心、うん、者でも教えてもらいながらできるし、駄菓子をつまみながらね、うん、ワイワイ麻雀できるし、ちょっと疲れたらマッサージチェアで、うん、で、マッサージしてっていうのもできるので。うん、すごい、雀荘のイメージ多分ね、 今まよいちゃんも見てくださってる皆さんも、ちょっと暗いイメージあるよとか怖いイメージあるよって方もいらっしゃると思うんですけど、全然ね、うん、そんなことないので、麻雀に興味持ったらぜひぜひどんどん遊びに行ってみてください。あーもうなんか第1回目と第2回目の今回で、すごくなんか印象が変わった麻雀についてね、うん。嬉しい。 うん。店内もこんなに綺麗だったんだね。そうなんですよ。ちょっとますますなんか迷いも踏み入れそうな気がしてきたよ。え、嬉しい。うん。はーい。じゃあ、もっと次は実践的なお話をしたいと思います。うん。うん、次で最終回です。うん、第3回。うん<は>。役と、ポン、チーを覚えよう。出た一番これは一回目の動画で言ってた。ポニンニゃん チーニャんそ,、ね、そうです。そうです、そうです。データすごい気になってたんだわ。そう。ポん<れ>ニャ、チーニャも使いこなして、マージャンをね、<い>もっと楽しんでいきましょうということで。はい。<laughs> また次回の動画も楽しみにしてください。はーい。はい、ということで今回も最後ね、一緒にバイバイでお別れしましょう。はーい。せーの、バイバイバイバーイ